やあみんな、俺の名はリトシ。今日は11月の15日に発売された遊戯王ポケットモンスターズソードシールドをやっていくぜ。早速俺のパーティーを紹介していくぜ。まずはこいつ、沈黙の剣士サイレントソードマン。タイプは格闘。得意技はこのカードを使うことによって発動できる沈黙の剣だ。特攻種族値が1000あるぜ。相手の番に特攻が上がる特性を持っているぜ。持ち物はギガストーンだ。さらにこいつ、サイレントソードマンレベル7。沈黙の剣士サイレントソードマンからメガ進化するぜ。特性で場の全てのポケモンの道具の効果を無効化するぜ。そしてこいつ、シールドウォリアー。タイプは地面格闘。得意技は身代わりだ。自分のポケモンを気絶から1回守るぜ。さらにこいつ、ミスティックソードマン。タイプはエスパー格闘だ。得意技は不意打ち。相手のポケモンが裏趣味なら気絶させることができるぜ。そしてこいつ、ビッグシールドガーダナー。タイプは地面格闘だ。得意技は守るだ。防御種族値2600のバケモンだぜ。 HP ぶっぱでかなり硬いぜ。ただ1回技を受けると防御が100まで下がるから頼りなくて1体だけの採用だ。ここからはポケモンの道具を紹介していくぜ。まずは聖剣アロンダイト。これは相手の場にセットされたポケモンの道具を1つ壊すことができるぜ。さらに聖剣ガラティーン。これは自分のポケモンの技の威力が1000アップするぜ。そしてこれがポケモンの道具の最強進化系、天命の聖剣。場のポケモンの気絶を1回無効にできるぜ。これで自分のポケモンが気絶しなくなるから実質勝ちだぜ。だって気絶しないからな。そしてドレインシールド。これは相手のポケモンの攻撃を吸収することができるぜ。ギガドレインみたいなもんだな。控えポケモンはこんな感じだけど、どうせ選出することないから説明は省くぜ。それではポケモンバトルやっていこう。ポケモンマスターに俺はなる。あ、野生の闇遊戯が現れた。ポケモンバトルスタンバイ。お、ポケモンの道具2つ、あ、3つセット。ポケモンの道具多くない？ドロー。僕の番。シールドウォーリアーをセット。そして戻れシールドウォーリアー。行けサイレントソードマン。このポケモンは簡単に入れ替えることができるぜ。そしてポケモン道具を2個伏せて番終わります。どう、みんなついてきてる？みんなついてきてる？さあ、チームの剣士サイレントソードマンの特性、相手のターンにも自分のターンにも特攻が500ずつ上がるぜ。強いぜ。特攻取得値1500のバケモンだ。これな、これどういうパーティーだろう。あのポケモンの道具3つがちょっと怖いな。あー、なるほど。あ、それはやばい。あー、サイレントソードマンの効果発動。相手の場のポケモンの道具を1回無効にできるぜ。あー、強い。これは効果が抜群だ。まずい。弱点属性だ。くそ、2000ポイント種族値高い。種族値高え。やばい。ギガドレイン発動。相手のポケモンの攻撃を1回無効にしてその攻撃を吸収するぜ。終わります。くそ、相性最悪だぜ。これはだいぶやばいぜ。これ効果抜群だぜ。セットやばい、やばい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 。ギガドレイン発動。相手の攻撃を無効にしその攻撃力分の攻撃出力値を回復するぜ。よし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 、耐えろ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 。お前の特攻は毎ターン上がるんだ。耐えろ。あのポケモンの動画来ないと、あのポケモンの動画来ないときついぞ。頼む、早く来てくれ。今強すぎてリミットになっているポケモンの動画来ないときついぞ。
よしよしよし、今4350 OK、 ドレインシールド発動。これによって相手のポケモンの攻撃のを無効にして、その種族値分のライフポイントを回復するぜ。なんだポケモンのライフポイントっていう概念ポケモンにライフポイントっていう概念あったか。まあいいや、いけるぞ、耐えろ耐えろ。オッケー、ミスティックソードマンか。ミスティックソードマンはちょっと出すのやめようか、ちょっと怖いな。そしてもう超えれるぞ、もうおそらくあいつは超えれる。効果は今一つだけどあっ違う、お跳ねくり棒、何何跳ねくり棒か。跳ねくり棒は一回ダメージを無効にする特性を持っているぜ。よし、これでサイファースカウターは超えられない。よし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 、いいぞ、ドロー、僕の番。ガラティーンか、ガラティーンか。これは攻撃力アップするから、これ守備力がえぐいことがあるんだよな。そうですね、とりあえずあの守備だけ殴りますか。あの守備のやつだけ攻撃、威厳されたソードマン。何これ、エマーズブレイド、謎のデッキっていうか謎のパーティーすぎる。何こいつ、どういうデッキこれ。シンクロ入ってねえし、そして全然入ってねえしエクストラデッキやばい、 KC カップは魔境だな。そう、この KC カップとかいう新たなポケモンバトルの魔境だぜ。 DNA 改造手術、何、種族を変更するカード。ただ俺はもうすでに戦士族だぜ俺のポケモンは全員戦士族しか入ってないぜ。戦士族しか入ってないから DNA は腐るぜ。セット OK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 、アロンナイト、いや、ナイスナイス、アロンダイト、ポケモンの道具、アロンダイトを装備。アロンダイトは相手の場のポケモンの道具を1枚壊すことができるぜ。固まれー、よーし、バットル、威厳されたソードマン、沈黙の剣で攻撃だ。いやー、めんどくせー。でもこれ待って、これいくつになればいいんだ。2350と2350と1800足すから、ちょ、電卓2350と1800と、2350と2000だから、8500か、8500遠いな8500遠いよ。くそくそ、頑張れサイレントソードマン、相手は弱ってる、チャンスだサイレントソードマン頑張れサイレントソードマン。まだか、長いな、長いよ。よし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 、僕の番、オッケー、天命の聖剣。じゃあそろそろ引いて、沈黙の剣、あのポケモンの道具さえくれば、いや、走ってくれ、来た、次のターン。あ、諦めたか。あ、効果抜群だ、効果抜群だ弱点属性も克服していく、これが俺のポケモンバトルだぜ。ポケモンマスターに俺は